ボス、ほら、ほぼ。はい、どうも、新宿二丁目最強のバルク、ブラセブンです。どうも皆さん、こんにちは。今日はね、飯動画です。イェイ。で、私事なんですけどね、実は、先週の木曜日から、お腹下してました。木、金、土、日、月と、5日間お腹下してました。何が当たったのか、なんか食べ物から当たったわけではないと思うんですけど、土曜日病院行ったらですね、なんかウイルス性の下痢、細菌の下痢とかどうたらこうたらって言ってたんで、何なんだよ、ウイルス性の下痢って何が原因なんだろう。空気感染、ちょっとよくわかんないんだけど、とりあえずお腹下してました。で、食っても食ってもずっと流れてる感じ。で、食べたもの、ただでさえ食べれるものが少ないのに、消化吸収されずにそのまま流れ出てやつれていく感じがもう最高にたまんなかった。本当にもう勘弁してくれって感じですよね。もちろんトレーニングは力も入らないし、パンプもしないし、散々でした。まあ、それでもね、処方された薬だったり下痢止めを飲みながらでもう意地でもチートしたんです、日曜日で。本当にもう食べ歩きしたんだけど、もう途中途中でね、トイレもすごかったです。でですよ、昨日ね、昨日 YouTube の撮影でちょっといろいろあって食べたんですよ、お菓子とか。で、そのままちょっとダラダラ続いちゃって、結局まだ夜も食べちゃったんで、こんな日もあるよねって感じなんですけど、大会3週間切ってるにもかかわらず2日連続でチートデイをかましてしまったという、まあなんとも僕らしい。でね、今まで順調にいっていたのに、ここでちょっと崩してしまうところがなんとも僕なんですけども、今日ね、やっと下痢が良くなってきたなっていう感じがあります。そんなね、まあちょっと病み上がりな感じなんですけども、今日の飯はこちら。さて問題です。今日のご飯は何でしょう。チクタクチクタク、さあわかるかな。はい、ブブー、時間切れ。正解はこちら、じゃん、ブシー、ステロイド、イエーイ。はい、というね、小粋なジョークは置いといて、ステロイドがね、ご飯なわけないです。これは成長剤ですね。胃腸の調子を整えてくれるお腹のお薬です。で、今日のご飯はこちらなんですけど、なんか多いよね。さつまいも1本と胸肉、こっから 180g また取って食べます。先週の何曜日か忘れたけど、結構茹でてから時間経ってきたんで、ちょっと色が悪くなってますね。で、お芋もこれ以外にあったんですけど、カビ生えてた。買ってね、1週間ぐらい前のさつまいも焼き芋だったんですけど、ちょっとね、季節も季節なんで、なんか放置してたらちょっとカビ生えてたんで、食えそうな芋をねちょっとチョイスして今から食います。で、2日間のねチートはかましてはしまったんだけども、今日から頑張ってね、体のコンディションを取り戻していくと。2日間チートしたとはいえ、下痢してたんで、ほとんど消化吸収されずにね、きっと流れ出てるであろうという僕の推測なんだけど、だってパンプしねも食ってもなんか食った感じもしないし、寝っ転がるとなんかお腹と背骨がくっつきそうなくらいね、お腹ペタコになるしね。で、今日からね、下痢も良くなってきたし、お腹の調子も良くなってきたんで、3週間前から食事の量もちょっと上げて、体のコンディションを戻していこうということで、本当はね、ご飯食べてくれって言われたんだけど、ちょっとね、ご飯炊いてないのと、あと焼き芋がね、ちょっと余っててもったいないんで、まあどうせ焼き芋の方がご飯とね、比べて同じ分量食べてもカロリー低いし、いいかっていうことで、本当は焼けないかもしれないけどね、ちょっと焼き芋ちょっと処分していきますっていう感じのご飯です。はい、じゃあね、早速。そう、お芋をね、電子レンジの上に置いて保存してるんですよ。これ平気なんだけど、前回の食事で食べた分を残しておいたら、白いなんかワタワタみたいなものがね生えてました。おそらくカビだろうとちょっと判断したんだけど、俺もそれ気づかないでね、カビ食っちゃったんだよね。今回はカビかと思って捨てたんだけど、前回ねカビ生えたやつ食ったんだよね。ピーナッツバター添えて、アーモンドバターか、まあ、そんなのどっちでもいいんだけど、普通に食っちゃいました。でもまあお腹特に下して、まあ、壊してないんで大丈夫だと思います。はい、ということで食事の準備が整いました。はい、胸肉はね後で食います。緑色に変色してるんだけど大丈夫かな。胸肉ちょっとそれ後で見せるか。はい、ということでいただきマウス。まずね、僕は美味しいところは最後に食べたい派の人間なんで、でっかい身の部分はね残しておきます。最初にこの切れ端、このサイドのあんまみんなが好まない部分を味わっていきます。やっぱね、甘みは少ないんだけど、渋み苦みがあって、ビターチョコレート的な大人のうまさっていうかね、子供はわかんねえだろうな、この良さが。もっとあったかくてもよかったかな。2分ぐらい温めようかとか。うめえ。この歯にね、ちょっとくっつく感じもね、いいですね。2個目。渋いね。2日
2日間連続で食ったらさすがにちょっと顔もブクブクっとしてきたかな。腹筋はそこまで消えてるような感じではないんだけど、まあ悪くもなく良くもなく、ここまでは落としたね。1日2日食った程度で腹筋は消えないですよね。うまい。はい、ということでこれから食べる胸肉 180g なんですけど、まあ、周りについてるのはね、キャベツだったり、まあ、ドレッシングだったりするんですけど、これなんか緑じゃね、緑だよねこれ、茶色じゃないよね、緑だよねこれね、大丈夫かな、カビじゃないよね、大丈夫かなこれ。コリコリしててうめえ。はい、ということでごちそうさまでした。残りね20日切って多分18日とかそんなもんだと思うんですけど、こっからね、まあびっくりするぐらい体絞るっていうことはしないと思うんで、むしろ体重増やしていく、コンディション上げていくようなね調整方法になっていくと思うんですけども、残りの期間でねやれることを精一杯やっていこうかなと思います。大会はですね、多分最終調整でカーボディープリートすると思うんですよ。カーボディープリート、炭水化物を一切取らないで運動するっていうのは3日間ぐらいのかな。それで息抜いて、で最後カーボアップっていうのをしていくと思うんですけども、体重が多分87から89キロぐらいでね僕出れたらなと思います。90キロ残すのは無理ですね。なんでそれぐらいの体重でステージね、後日思い切って楽しんでできればなと思います。よし、今から燃えてます。じゃあ頑張ります。じゃあバイバイ。